年もよろしくお願いします。2024年迎えましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。皆様のおかげで2024年を迎えることができました。今後の目標はですね、日々植物たちと過ごしていくんですけれども、もっと YouTube に力を入れていきたいなと思っております。今はパートをやりつつ YouTube もやっているんですけれども、今年は YouTube 一本になれるように頑張っていきたいと思います。皆様の応援をよろしくお願いいたします。短い動画にはなってしまうんですけれども、今後はですね、植物の我が家の水やり方法でしたりとか、迎えた株やお店巡りなどをですね、今年もまたやっていきたいと思います。あとは視聴者の皆さんともお会いしたいですね。イベントなどお会いできる日を楽しみにしています。それでは毎週水曜日の夕方から夜にかけてアップしていきますので、これからもご視聴よろしくお願いします。元日に大きな災害がありました。大切な人たちが一刻も早く笑顔を取り戻せる日が来るように祈っております。